はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、安でございます。白血病、闘病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。はい、白血病で抗がん剤をするとね、免疫力が低下してさまざまな合併症を引き起こすケースがあります。合併症を引き起こした場合や、事前に抑えるためにね、抗生剤という、抗生物質といった方が分かりやすいですかね、そのね、薬をね、同時に投与することがあります。飲み薬もあれば点滴もあります。抗がん剤でね、しんどいのに飲み薬はね、飲みにくいです。本当に点滴の場合であっても、すぐに効くわけじゃありません。僕は、とある抗生剤でですね、動悸と胸のドキドキとですね、発熱がありました。症状がすぐに現れてですね、ナースコールを押しました。どうしました？もう僕は声も出せないくらいの、もう激しい胸とこの頭のね、痛さに襲われていましたね。で、看護婦さんが到着するとですね、僕はもうかすれた声で、急にしんどくなってきた。頭痛い。そして、そんな僕を見た看護師さんは、ああ、わかりましたって、このしれーっとした感じで、平常心ですよね。で、体温と血圧を測ってもらいましてですね、熱は 38.9 だったんかなぐらいまで上がってて、でもしかしですね、血圧は正常でした。先生に行ってきますってこう言って出て行って帰ってくるとね、解熱剤を持って行きましたね。これ飲んで様子見ましょうって言って、その解熱剤もね、効きませんでした。それもそうです。薬がすぐに効くはずがありませんのでね。その抗生剤はですね、点滴で投与される、1日30分で落とす。落とすっていうのは1日流し込むってことなんですけども、朝6時でしょ、昼2時でしょ、で、夜の10時か。そのね、8時間刻みで、1日3回コースのね、3日連続で行うタイプでした。1日目の1回目でね、朝6時ですよ。その症状が出たのでね、残りの2回のうち同じ症状出たら明日嫌やで、2回目の時に看護師さんにね、訴えたんですけどもね、やっぱり2回目も3回目もね、同じ症状が起こりました。3回目はですね、大きなこんなね、機械がね、ほんまに、どれぐらいだったかな、大きいモニターもついてて、すごい機械がね、部屋に入ってきて、胸でしょ、ね、手首、両足首、至るところにいるんですけども、センサーみたいなのをね、ペタペタペタって貼られて、心臓のね、様子をチェックされましたね。おかげさまで、心臓に異常はなかったんですけども、次の日からね、抗生剤の種類はね、変わりました。変わってから症状はなくなりましたね。薬というものは体に合うものと合わないものがね、あると言いますけども、その時の抗生剤はね、合わなかったんでしょうね、僕の体にはね。その看護師さんというのはいつもそのしんどかったら言ってくださいねとね、言ってくれますので、ちゃんと言って正解でした。しんどいのを我慢する必要はね、ありませんしね、我慢したところでね、本当にね、何のメリットもね、ないんですよ。痛かったら痛み止めくれとか、本当にもう、しんどいってこうね、言わないと、訴えないとね、他人なんで、僕の体で感じることが、その先生とか看護師さんが同時に感じるわけじゃないんで、言いたいことはもう我慢せずにね、治療中の皆さんももう我慢せずに、何でも病院側にこう話しましょう。それがもう本当におすすめです。我慢したところでほんまに何のメリットもないんで、本当に言ってください。もう、これにつきます。そんな感じで今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。